秀で美温泉は、鹿児島県霧島市の霧島温泉郷を構成する温泉の一つ。渓流に湧く林間の露天風呂、緑系遊園で知られる。標高810メートルの位置にあり、霧島山中腹の秀で美と呼ばれる地の渓谷沿いに点々と湧く温泉である。隣接する林田温泉のホテルである霧島岩崎ホテルによって渓流沿いに8つの露天風呂が、 ひでゆきび温泉緑系遊園として整備されており、夕方と夜間の2回、時間を定めて供されている。また、緑系遊園はホテルから歩いて5分ほどの距離で、浴衣等を着用しての入浴となる。なお、寒冷地であるため冬季は閉鎖される。2010年、当地で NHK 大河ドラマ、龍馬伝の撮影が行われた。平成29年11月6日をもって、 無期限閉鎖中遠鏡元年、安藤中兵衛国広による発見と伝わり、以来当事場として栄えた。薩摩藩主の島津成明、島津忠義が入党するなど異性者との関わりも深く、1861年には、島津忠義が本人を解説している。また、1866年には、当地で、長期療養中の小松忠脇を、吉井智美の案内で、 坂本龍馬、お龍夫妻が訪ねたエピソードは広く知られている。第二次世界大戦前は、和歌山牧水やよさの秋子らも訪れている。1934年3月1日、林田温泉、林田熊市の所有となる。1999年以降は、霧島岩崎ホテルの施設として利用されている。最寄りの岩崎ホテルバス停までの交通を記す。なお、 ドーバス停からは、徒歩約5分である。ありがとうございます。